国際連合安全保障理事会。国際連合安全保障理事会。国際連合安全保障理事会は、国際連合の主要機関の一つ。安全保障理事会は、実質的に、国際連合の中で最も大きな権限を持っており、事実上の最高意思決定機関である。国連主要機関の中で法的に、国際連合加盟国を拘束する権限がある数、少ない機関でもある。 その目的や権限は国際連合憲章に定められていて、世界の平和と安全維持に対して重大な責任を持つことが規定されている。略して安全保障理事会または安保理とも言われている。5つの常任理事国と国際連合加盟国の中から国際連合総会で選ばれる10カ国の非常任理事国の計15カ国から構成されている。 1965年の改革以前は非常任理事国は6カ国で計11カ国であった。理事国の代表、国連大使は国際連合本部に常に滞在していることが義務付けられている。これは緊急事態に際して迅速に集まって会合を開くことができるようにするためである。国際連盟がしばしば緊急時に素早い対応ができなかったことへの 反省から国際連合ではこのような義務付けがなされた。非常任理事国の任期は2年。現在はアジアにアフリカ産、中南米に西ヨーロッパなどに東ヨーロッパ1の配分になっている。非常任理事国の選出は選挙で行われる。毎年半数を改選し、投票は国連加盟国の無記名投票。選出には3分の2の賛成が必要で、 どの国も条件を満たさない場合は何度でも再投票を行う。日本は非常任理事国として10期務めた。延べ20年間にわたって非常任理事国を務めたことになる。10期の任期はブラジルと並び世界最多。常任理事国と非常任理事国を合わせて15カ国である。常任理事国はアメリカ合衆国、イギリス、フランス、ロシア連邦。 中華人民共和国の5カ国である。1945年の国連設立時の常任理事国はアメリカ合衆国、イギリス、フランス、ソビエト連邦、中華民国でいずれも第二次世界大戦に勝利した連合国である。その後、1971年にそれまで中華民国、台湾が持っていた代表権が改めて 中華人民共和に与えられたこと、アルバニア決議により、常任理事国に移動が発生。1991年には、ソ連の解体に伴って同国が持っていた、国連代表権が、ロシア連邦へと引き継がれた。英語の、から、ピーゴと呼ばれる。非常任理事国は、常任理事国以外の国際連合加盟国の中から、選出される。任期は2年で、 毎年半数の5カ国が改選される。再任はできず、必ず退任する。選出の手順は、まず各地域グループが候補を選び、国際連合総会で3分の2以上の支持で承認される。指示が3分の2に満たない場合は、達するまで投票を繰り返す。地域ごとの配分は、アフリカが3カ国、アジア、西ヨーロッパその他、中南米の、 各地域が2カ国ずつ、東ヨーロッパは1カ国を選ぶ。意思決定は、旧理事国以上の賛成票による。ただし、重要問題である、実質事項の決定においては、常任理事国、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中華人民共和国は、いわゆる拒否権を有し、1カ国でも反対すると成立しない、大国一致の原則。ただし、 紛争の平和的解決及び地域的取り決めまたは地域的機関による地方的紛争の平和的解決に基づく決定については紛争当事国は投票を棄権しなければならない。これを国家主権の平等に反しているとして疑問視する声も多いが5カ国の一致により決定の実効性を保ちかつ5カ国が世界の安全保障に関し重大な責任を負うため このような制度が設けられている。しかし実際には国益重視の拒否権行使が横行している。世界の安全保障にとって脅威となる国家が現れた場合、理事会で対応が議論され、然るべき対応がなされる。しかし、いわゆる拒否権制度と矛盾してしまうため、少なくとも安全保障理事会においては、すべての常任理事国は、世界の安全保障の見解に関して決裂することは、 あり得ないという前提のもとで理事会は活動している。しかし実際には決裂し意思決定ができなくなることが多々ある。安全保障理事会は国際連合が設立された第二次世界大戦時の国際情勢をほぼそのまま反映しており例としてその後の米ソ冷戦などでは反映されなかった。詳しくは国際連合の歴史を参照。このため 1950年に総会で平和のための結集決議が採択されて安全保障に対する一定の権限が総会にも付与された。安全保障理事会の議長国は構成国の英語名でアルファベット順1ヶ月単位で交代する持ち回り制となっている。会議場はノルウェーの建築家アーンシュタイン・アーネバーグが設計しノルウェーが寄贈した。正面の大壁画は ノルウェーの画家パークローグが、第二次世界大戦後の象徴として、灰の中から不死が飛び立つ様を描いた。また、壁の青と金色の絹のタペストリーと、イーストリバーを見渡す、窓のカーテンが信頼の怒り、伸びる、希望の小麦、慈悲の心を表す。安全保障理事会の補助機関として、以下のようなものがある。他、現在、 国際連合は安全保障理事会の改革を求められており、その改革案は理事国の拡大案のことと言い切って良い。日本、ドイツ、インド、ブラジル、フランスなどがこの案、A 案を支持してい、常任理事国入りを希望している主な国は次の通り。しかし、中国、イタリアなどは、任期4年で再選可能な順常任理事国を創設する案、B 案を支持している。 これは、隣国、金国が常任理事国になることによって、自国の国際的影響力が相対的に低下ること、新常任理事国が自国の安全保障にとっての潜在的脅威となりうることを恐れているためだと考えられる。実際、日本、ドイツ、インド、ブラジルの常任理事国入りに反対しているのは、これらの4カ国の周辺の国である。反対している国は、 表向きは4カ国すべての常任理事国入りに反対しているもの、実際にはすべての国ではなく、隣国、金国の常任理事国入りに反対している。具体的には以下の通り。なお、南アフリカ共和国、ナイジェリアなどのアフリカ諸国は4カ国すべての常任理事国入りに反対している。改革案には様々なものがあり、どの案も、 検証改正に必要な加盟国の支持を得られていないが、検証の改正には、最終的に現常任理事国たる、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア連邦、中華人民共和国のすべての批准を必要とし、一カ国であったとしても批准がなされないと、検証改正は実現しないため、現常任理事国が明白に反対表明している、改正案は、実現困難と言える、その他の、 主な草案は国際連合安全保障理事会改革を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。